みなさんこんにちは、青空 TV の青です。かわ思う、イエーイ。今日はすみっこ暮らしバンクを紹介します。はい、どんな内容なんですかね。これお金を置くと猫が登場してお金を取って隠れるやつです。あ、そうなんですね。どんな、ね、取り方するんでしょうかね。早速ね、開けてみてみようと思いますよ。はい、はい、ではでは開けてください。おお、え、2個もあるの。ダンボールだね。開くか。ああ、そこそこね、大きいですね。あ、猫がもう見えてますね。じゃあちょっとね、電池を入れてね、動きを確認しましょうかね。うん、貯金箱の裏に電池を入れる場所があります。炭酸電池を2本入れてください。はい、じゃあ入れてみましょうね。電源をオンにします。早速お金を置いてみます。おお、入れたね。こうやってお金を貯めていくんだね。うん、面白いからね、ついついお金入れたくなっちゃうんで、貯金もいっぱいできるかもしれないね。このお金はどうやって出すのかな。はい、そうですね、この裏、ここにね、外すっていうのがありますんで、これを逆時計回りに回すと外すようになってますんで、はい、出てきましたね。はい、でも外せるからって言って取っちゃうと貯金できないんで、外さないでくださいね。うん、今日はすみっこ暮らしバンク猫を紹介しました。面白い動きですよね。うん、お金も貯められていいですね。うん、気になった方ね、ぜひぜひご購入してみてくださいな。くださいな。それでは次回もすみっこ暮らしでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。